ね、安田紗柄がさいガタ揺れになった時に後藤康夫さんっていう社長さんが出てくるんだけど53億円でゴッホのひまわり買ってすんげえ批判もされた人でもあの当時ねそれこそ亮ちゃんのおじいちゃんのね,斉藤さんね大正和青春のね斎藤亮栄さんが1枚100億の絵を2枚買ったね,ねゴッホとル,ルノワールか、うん、そう まあその後同じ業界の社長がえっと100億を超えるバクチでするというまたこれ行動ブレーキングをしましたけどね後藤 <laughs> <laughs> さんまだまだだね <laughs> <laughs> まあ吸ってねえからち <laughs> は成形電板 TV 今回も損保業界を取り上げますよろしくお願いします。 あのちょっとビッグモーター騒動みたいなところにちょっと行きたいなとい、はい、思いますが、まあ、今回の,そのビッグモーターの問題に関してその大手3社の損保会社の中でも損保ジャパンが最ももちろんまあ大きく取り上げられたわけですけど、うん、改めてこれはどういう経緯というか教えていただけますか、まあ、どういう経緯というか、うん、そもそも200億の取り扱いだか思っている中古車最大のビッグモーター。 あ利益至上主義のね、はいえー、会社と取引をして、うんえー、内部告発により事件が表面化する、うんはい、表面化したら俺は知らなかったっていうトップがいてもう開いた口が塞がらねえなみたいな <laughs> 俺、うんうん、びっくりしたこの人本当にまああやっぱりこういう人だもんなと思って<ー>いいよいくらでも言うよ俺本当に。 でもこの損保ジャパンはどうするべきだったんですかどうするべきっていうかまあそもそもまあ競争原理も働かない業界にこう来たからその中でシェアを取っていくっていうことはちょっと抜きん出るためにまあ不正があっても目をつぶろうかっていう知ってたか知らないかさすがに俺も知らんさすがにそこまでは現地で取れなかった。 けど、なんとなく、まあ、そういうこともあってね、37人もだって出向者出してさ。うそうですね。で、えー、やってきたんだもん。そしたら、その内部告発があった後に何が問題だったかっていうと、うん、要はみんな、その、損保協会に内部告発があったわけ、うん、ビッグモーターの社員から。で、一旦取引をみんな止めたんですよ。うん、その、調査をするために。はい、したら、 その、損保ジャパンだけ、うん、ええー、あれ、1ヶ月ぐらいか、一ヶ月ぐらいしたらもう、その、まあ、入港再開しよう。うん、一気にシェア取れるって思ったんだろう。はあ、で、しかも、査定までしないと。はい、普通は、査定員が行って、課題請求されると、きちんとこう、ね、いや、それはおかしいじゃんって言って、うん、今、今はもうそんないっぱいあるから、写真とかだけで来るんだけど、ちょっとおかしいと思ったら、査定をするんですよ。はい、それがない取り切れになってるわけ。その あのビッグモーターと損保ジャパンはそれこそファクターに書いてあったいっぱいファクターそれで訴えられてたよねあれはねあのファクター正しい俺も結構いろいろ聞いたらだいぶそうだった<ー>何を言ってんだよ訴えるとか意味わかんねえ俺にも来い滋賀 <laughs> にもかけてないってふしあげんなよほんとに <laughs> そういうの知ってるの <laughs> いいのすんもの魂ですよ私は <laughs> 言ってるんいうのはもう何をすればいいかときちんと調査をして「うん、白」というふうに分か,分かるまで取引しないっていうのが何をすべきかだったんじゃないそれ、うん、それで損保ジャパンは、はいいんですよ。くないよ。ダメですよ、ね。ダメですよ。いやだからこの問題になったんだよね。うんうん、で今事業会社の社長があ辞任するようになったよね、はい、っていう話ですよ。うん、結局いや その不正が行われていたんだからだから行われてい,、はい、い,いたというふうには認識していなかったというふうにね、うん、あの白川さんはその時点で言って7月25日かなあの会見で「私は全然そんなこと知りませんでした」うん、って言ったら9月になって辞めさせられるため、はい、になって「やっぱりだって不正行われてたじゃん」うん、だって「ゴルフボールでバンバンやってたでしょ」です。それ知らなかったのあんたみたいな。うんで いうのが、まあ、リーガル的に、えぇ、ー、損保ジャパンがそれを主導したというふうにはなってないし、はい、まあ、俺たちは知らなかったっていうふうな体でずっと今いるので、はい、まあ、いいけどね、んそんな事業会社っていうのをちょっと説明しておかないとわからない人いる、ねうんで。はい、後で言います。うん、OK です。要は、あの、さっき言ったか、か MSA、 アンドエイディシアランス、はい、東京会場ホールディングス、損保ジャパンホ,ホールディングスって言ってみんな、まあ一応親会社、株式を持っている会社が存在して、特にあの MS&AD で言うとわかるじゃん。こっちにあの、i いおい損保があって、三、はい、井住友会場がぶら下がっているっていう状況ね。はい、まあ損保ジャパンにもこの下にそういう事業会社があって、事業を行う会社と株式を持っていて <laughs> ガバナンスを利かせる あの会社としては上場してるのはこっちの上の方なんだけどねはあ、はあ、えー、事業を営んでるのは基本こっちこれは俺,俺の出番かなそう、はい、簡単なことを難しく説明する人と難しいことを簡単に説明する人、ね、<laughs> ええと、はい、単純に言うとこれあのー、まあそのグループの,あの持ち株会社だからホールディングスっていうんだけれども えと実際に保険業をやっている保険を販売して保険料を取って保険金払っているっていう保険会社のことを事業会社って呼んでて実際に事業を行っている会社それが例えば ABC とあったらそれの株式をあの持ってグループを束ねているのがあのグループ持ち株会社ホールディングスとそういう関係で今後出てくる桜田さんとさっき辞任したっていう人はこ,ちらこっちの社長という話のなううの、M、u FG は三菱 UFJ ファイナンシャルグループっていう持ち株会社があってその下にいろんな例えば東京い東京,東京抜けたから三菱 UFJ 銀行っていう銀行業をやってる会社がぶら下がってたりえー、他にも、えー、三菱モルサは今なんて言ってるんだっけ、えー 三菱系の証券会社名前忘れちゃったような商品がぶら,ぶら下がっているとでそれを束ねているのが、まあ、これそれぞれの100%持ってたり、まあ、場合によってはど,どっかと持ち合いで8020だったりとかいう場合もあるんだけれども、うん、そういった形だよねだから持ち株会社もともと昭和の頃までは、えー、とそういう純粋持ち株会社っていうのは日本では禁止されていた戦前の財閥支配を排除するために戦後あの 作られた日本の会社法では純粋持ち,持ち株会社禁止されていて持ち株会社もでもあるけれども実際にその会社自身が何らかの事業を行ってなければいけなかった事業持ち株会社っていうのは一応認められた独禁、えー、法9条だったっけなどち、えー、の方が9条ってややこしいんだよな憲法もそうだけど、えー、<laughs> 問題なんだけど。<laughs> <は>でそれがまあいろいろアメリカとかからのいろんなあの、うん、圧力だったり、まあ、日本でも非常にそれが。 事業の組み替えとか、えーまあ、リ,ストラリストラクチャリングに、えー、不便だということでかなりねそういう時もやっぱり左の連中反対するんだけれども今時それ解禁したからって全然の財閥がね復活するわけねえだろうっていうんでまあ,あ何年の解禁だ,だったかな。だったからまああの日本の,あの法律の中で一番改正,さあの改正頻度が高いのがやっぱり会社法なんだよね。やっぱり常に環境が変わっていくし世界の流れ変わっていくまあアメリカがいろいろ引っ張っていろいろ変わっていくもんだから。 それに対して戦後、えー、70年一回も変わってないのが日本国憲法とこういう話なんですけどね世界情勢はもっと変わってると思うんだけどもねもったかさんも会社法違反だよねも<ん>ったかさんも会社法違反だよねあ俺,俺が捕まったの、うん、?960 条、うん、<laughs> 特別範囲にこ、はい、<laughs> はちょっと引っ張っておかないです <laughs> あ、今のあれ、俺に対するいじりだったそ,<う> <laughs> そんなもんいじり、蚊に刺されたほどにもならば <laughs> <laughs> 本田さんの説明で「はあ」が出たよ俺のはんか「はあ」ってだっよでもよく分かりましただからホールディングスっていうのがこう、はい、どんどん出てくるようになったってことなんですねそう,そ,うそういうことですね自我、ね、やあるだからアサヒもアサヒグループホールディングスの下にこう事業会社があってまあ全部が対等にいるわけじゃないその下に孫会社があったりもどん全然するけどねだから銀行は頭取っていうのは 上場してる人じゃなくて、社長、今は社長なんで、はい、あの、フィナンシャルグループの社長の方が、まあ。個人事権とか一応持ってんだよ。<ー>そこに、十業が、九月がぶら下がってる。そうなんですね。来ますよ今日の本題ですよ。<laughs> こっからが本題ですよ。で、ですよ。はい、その、あの、ずっと、損得さんがおっしゃっている。その、会長さんですか。桜会長という方から、その、ホールディングスの C. E. O.。はい。 その人の人お話、ね、っていうか別にまあこの人のせいっていうか、はい、そ,それこそだから安高斎の、うん、安高さん俺安高斎安高斎損保ジャパンの歴史をちょっと振り返るとですね、はいえー、高杉亮さんっていう作家さんがいるんですけど、うんはい、この人が書いた「広報室沈黙すっていう、えーまあ、ノンフィクションみたいな本があるのもうん、う,ちうちっていうか経済界もね「濁流」って本ですげえ書かれてるんだけど。 俺がモデルかみたいに言われたけどあ,あ,あの時俺あんまりいなかったんだよな<ー>っていうその本で書かれてるほど、えー、要は昔三好さんっていう社長がいてドン1930年代にその三好さんっていうドンがいたんです、はい、この17年間ずっとやっていて、うん、まあ会社を私物化したというふうに言われている。でその要は自分の個人的なその不動産会社とかにその要は会社の、えー、仕事を回したりいろんな。<laughs> こ,うことがあって、えー、それをこう書いてる、まあ、小説がある、はい、まあただあの小説はね、まあ、あの当時の人たちに聞くといやいやそれはこう事実としてはそうだったけどまあやっぱり小説だよねって全然こう違うあの中にポッポッみたいな村部長が出てくるあの人は結構中ではヒーローだったりとか一番ムカつくその加藤副社長っていうのは実はその社内から。 えー、次になってくれっていうふうに押し上げられた人だとかっていうふうに俺は聞いてるんだけど要は、うん、何が言いたいかといつとやっぱり長くて弊害をこう生む社風なんだよこの会社そもそもが、うん、その三好さんがなってね17年やった後に次になった宮武さんっていう社長がいるんですよ、はい、で実はその間に、えー、証券局長を大蔵省から当時の大蔵省から引っ張ってきて、うん、証券局長にあのー 社長を渡そうと思ってたんんですさは、はい、あのなんでかっていうとや、やっぱり旧財閥系が損保協会の会長になるけど安田家裁はなれなかったんだよ。だからまあ、火災から言ってるし。はい、なので、そういうこともあって大倉省とのパイプとかも考えたんだろう。で、その、なんつったかな、証券局長が来たんだけれども、やっぱり、こう、ドブ板の営業をするんですよ、損保会社は。 なんだかんだ、そのディーラーとか、酒飲み食わ、はい、して、はい、えー、いろいろその代理店に頭を下げて回らなきゃいけないけど、この方は、それができなかったんだと、まあ、あの、小説では、恩出されたみたいになってるけど、えーえー、結局3年で、この人は出ていっちゃうんですよ、えー。その後になった、えー、社長さんの宮武さんが、あやっぱり、これは、当時いた人に聞いてるので、本当かどうかはわからんよ。はい、たちに聞いて、えー、できない人だったんだ。あの小説だと、すごく、うん、 あれだったけどね、もう戦う社長だったけど。で、社内から、あまあ、この人変えてほしいというふうな声とかも出てきて、で、この社長が告発をするんですよ。朝日新聞かなんかに。<う>えー、社長のその不動産とかなんとか。<ー>で、えー、それで、えー、まあやっぱり、ね、安田がさいもうこうガタ揺れになった時に、後藤康夫さんっていう、 社長さんが出てくるんだけど、この人が、えー、その三好さんのお姉さんの弟だから義理の弟か。うん、で、結局私物化してるみたいなことは言われるけれども、うん、中で言うと、いや、あの人、その、あのね、主人公の加藤副社長はだけど、まあ、社内ではとりあえず、あのー、次、何とかしてやってほしいっていうふうにし,、うん、し,して、押し上がったというふうに俺は聞いてる、うん、まあ僕も。 あの、五代田さん、安尾さんはよく知ってる人で、うん、ちっちゃくてね、あの、コロコロしてて、女性に対してはシャイな人でね、うん、でも、これもいて、あの、ある、あるもう亡くなったからいいかな。ある予定で、こう、見かけたこともあるな。まあ、これダメかな。あの時の秘書室長が、俺に会って、なんか罰の悪そうな顔してたな、つけとけを持ってきて <laughs> <laughs>、うん。まあ、いいんだけどそ,んそうそう。で、 53億円でゴッホを買ってすげえあ<ー>あのゴッホのひまわりを買ってすんげえこう批判もされた人当時の絵画としては最高額だよでもあの当時ね、はい、それこそ亮ちゃんのおじいちゃんのね藤亮、うん、さん、ね、大正和製紙のね斎藤亮英さん一1枚100億の絵を2枚買ったねのその後ねゴッホとル,ルノワールか。うんそう まあ、その後、えー、同じ業界の社長が、えっ、ー、と、百億を超える、ええー、博打でするという。また、これ、レコード、ブレーキングをしましたけどね。<laughs> <laughs> 106億ですから、こっちら。超えちゃいます。はい、後藤さん、まだまだだね。<laughs> <laughs> まあ、吸ってねえから、あっちは。<laughs> いやいや、結局、もう、あの、荒れしたって、あの、大将、あの、漁師さんが買ったのにしたって。5個のあれだって、ええ、価値は、結局、もう、ずっと下がっちゃったからね。はい そうそう分かんないな最近でもまた絵画ブームだからね絵画ブームで盛、ね、上がってるかもしれないな最近はね、うん、あれまだずっと持ってるのあれ持ってる統合記念美術館だから上に、うん、だからその三好さんの時に美術館もうあの損保、ええ、ジャパンの,あの新宿のビルの上に建ててその当時もあの,あのビルもあんなビルを建ててってそのあの要は規制業者がこんなことを派手にやり上がってみたいなまあ東京会場だって皇居の上に建てたしね、うん、あれも問題なったけどね一時期まあ、まあ、あの両栄さんのは その,のその後売られちゃってるけどねだからゴッホはまだあるっていうふうにしてそのすごく、えー、なんていうのかなあの当時で言った CSR 今で言ったら、うん、なんて言うんだろう SDGs みたいなことにすごい関心のなる人でどち <laughs>、うん、らかというと、えー、そっちの方面にすごい力を入れてたまあダブルの時代ですごく潤ってたこともあるから金は使えたんだよね でこの人もやっぱり10年ややるんだよ、はい、でやっぱり長くなってきてでその次に有吉さんにその社長を譲るんだけど、はい、そのやっぱり長くやってきたあ会社長くやりたがるわけ、うん、みんな結局自分たちは本当はナイキで6年とかもう6年で変わろうみたいになっていたのにしかも有吉さんはどちらかというと合理か合理か,合理かで今度 厳しくなってくるから後藤さんとは違った路線だから後藤さんが切ったんだよ<ー>ま,あそのまだ実力会長だったし後藤さん知,知らんん後藤さんあ会ったことない会ったことはないね業種的に会う理由があんまりなかったかで、で漁師さんが、えーまあ、辞めざるを得なくなって、えー、その平野さんっていう社長になるわけで平野さんも6年入ったらやっぱりやりたいわけ、うん もう結で平野天皇みたいなことを言われたんですよ。さすがに当時はもう金融庁になってたのかな。ちょっと問題だみたいな。やっぱり規制業種だから金融庁、まあ特に大倉省とかの、やっぱいろんな、まあ横やりというか、<ー>そういうものも、思惑も絡んで,で、その時に、えー、政府、もう第三分野が認められて、損、はい、保も政府に入れるようになったから、第三分野で不払,不払いが起きて、だから要は、えー、不祥事が起きたんです<ー>で、 平野さんは辞めざるを得なくなったの。うんうん、結局。もう辞めたくなくてが、もう、ドンみたいになって、ま、また、あの、腐っていく。手前で不祥事が出てよかったんです。結局。<ー>で、その、平野さんは、あいや不祥事で辞めたわけじゃない。全然違うって強弁してたけど、うん、佐藤さんっていう真面目な社長さんに変わるんです。うんうん、その後にで。佐藤、佐藤さんの時に、やっぱり、こういう悪兵があるから、社長の任期は4年、会長は 2>, 2年っていうふうに、損保ジャパンは一応こう、リリースも出して決めたんです。はい、で、佐藤さんは、まあ、真面目な人で、ほん、ほ本当は、ね、社長になる人じゃなかったんで、あの当時、村瀬さんっていう人がいて、村瀬さんはね、ピア原さんの女されるわけ。<ー>で、当時、小泉改革で、その、いろんな民営化とかをするから、彼は社会、社会保険庁の長官として迎えられるんですよ。<ー>で、その、まあ、これは、 全然違う話なんだけどね、はいな。今日ちょろっと話そうと思ったのは、村瀬さんが小泉内閣行ったはいいけど、あの当時ね、えー、やっぱりなかなか財界人でなる人がいないわけ。なん <laughs> でかって言ったら、それだって代表取締役社,社長だった、この人は。今はね、もう、あの当時はまだそんなじゃなかったけど、今だってそ,それだっらまら1億超えたりな、ええね、報酬あるじゃん。二千、ええ、数百万しかもらえないわけですよ、公務員として行くから。 そんなな報酬で行かないよっ,て言って俺はある、えー、あの当時のある五代商者の、えー、副社長僕も声かかったけどまあけないよねと報酬だけじゃなくて政治に関わるところに行くと大変なことになる、うん、結局村瀬さんはその小泉さんが終わった後、は第一安倍内閣で柳沢、えー、厚労大臣に切られるわけ。うん、結局ねもう政治が変わるとこの人たち全部切られるの。 その例は、例えば、初代郵政公社の総裁になった幾田正治さん、今月亡くなられた俺、この人すごい可愛がってもらったんだけど、この人も郵政公社の総裁で行くんだよ。で、まあ、一応任期で終わるんだけど、あの時に菅総務大臣に首を切られるわけ。政治が変わって、その、で、結局、その住友銀行から西川さんを据えることになるんだけど、西川さん、あの、郵政公社の下にある、あの、日本郵政の社長がやってたから。 生田すんごいいい人で生田さん俺,俺これ本人に聞いたからね菅さんに「やめてほしい」って言われて「やめや俺はやめない」やめるんだったらなくなったからな言えるわ」<ー>「なくなったからっていうかななもう好きだったからなくなったのは本当に残念だけど<ー>、えー、自分でやめるなら首を切ってくれ」っていうふうにして任期<ー>、まあ、までやるんだけど。 すごいこう残念そうに俺に俺語ってたもん結局全部政治ってそうなの全て要はだから党内力学が変わってもそうだし本当に民間人あれだよやらんてかもう報酬も少ないしで西川さんは俺は西川さんはねあんまり好きじゃないんだよ、ええ、好きじゃないけど糸満事件とかあね安達賀産業とかもう裏で暗躍してね堀田正造の陰で頭取までなる人50代で堀田正造以来頭取になるんですみと銀行の。 で拉腕だというふうに言われたけどめちゃくちゃ多分よ汚れ仕事してるんだよ。で結果彼は民主党政権になった時に首切られるんだよ。はあ。あのまあやりすぎって言われて独裁っていうふうに言われたんで優勢でも、うんあのと。当時はだから何ていうかなこう変わり目、えー、の時でであの村瀬さんはかわいそうな人で平野に呼んだされ柳沢さんに呼んだされ、はい、まあ最後は。 安が祭に戻ってくるん損保ジャパンの顧問かなんかになるけどそういうような人たちがいっぱいいたまあね当時は結構相談、まあ、じゃないけどいや孫徳さんこういう話受け、あのー、来たんだけどみたいにそういう人たちがね政府からいやまあ受けない方がいいっすよね政治家はね。 あのほらちょろちょろほらなんだっけもうすぐにあの支持率下がったらあの内閣改造しようだとか大臣とかでもちょろちょろ据え替えるじゃん企業ってそういうものじゃないからね長すぎるのもだめだけれども2年でなんかあの事情が変わったからとか言って組織が回るわけないじゃないかはわいそうなんだよ、まあ、民間の方がさ例えばだから報酬的にもね、はい、もらえたのをちゃんとこっちからもらって向こうからもらうとかできないんで制度的に。 でそれこそ昔外務大臣に、えー、小泉内閣の電源があった川口頼子さんってサントリーの専務から行った、えーえー、彼,彼女はもともと数産省から行ったんだけどにくっついてたい、まあ、実名言っていうのが市本さん秘書室長がいてもうサントリーにね、はい、もうすごく仲良くて可愛がってもらったわけ俺。で市本さん秘書でついていくんだけど、うん、一応何て言うのか特別公務員とかっていう立場だから、えー、こっちの年金とかも全部やめなきゃいけないし。 えー、給料とかは、まあ、後々補填はしてもらえるけど、はい、この分のさその年金とかもなくなるしいろいろでもあの壊れたんで行きますみたいに言ってたけどそんな感じだからそれはそれで認めてやって,、ね、ななんていうの民間の優秀なのをほ、ね、ほん本当の意味でいろいろ入れるような制度を作った方がいいもうみたいな国会議員ばっかりだからさ本当に。うん あのもうちょっと考えろと思うよ全然今日の話は関係ねえけどさ、うん、<laughs> まああんだよもう育田さん,このん今月の13時亡くなったとかなんか思い出してさ、えー、さっきほんといい人だったでね全然もう,もう一個関係ないし、はい、生田さんに聞いたことあるの「次の社長は決めてますか?」って言ったら、うん、社長になったその日から決めてると<ー>それは何があるかわからないから今だったらこの人今だったらこの人それはこう変化するんだよ だけどだって自分に何があるか分からないじゃん、うん、もう公平な目で今だったらこの人ってずっと決めてたよっていうふうに言ってたのを次の社長の芦田さんに俺も同じこと聞いたのあ生田はそんなこと言ってましたか僕もそうそうです」<ー>。で立派,の社長さんそ立派じゃないとそうやって決めて自分が言うこと聞くのにするか俺はいつまでもやるっていうこういうふうなんだよ。<ー>でナイキを作って その、佐藤さんは4年で立派に辞めたけど、うん、この人は、ホールディングスになったから、うん、いや、事業会社の社長はそうですよね。うん、ホールディングスはそうじゃないからってずっとやってんだよ。<ー>どの口でこんなもんだしンン、ね、さ、俺びっくりするわ、これなんか武士道のなんか偉そうに語ってんの。んめっちゃ笑うぜ。<laughs> 本当に。大体さ、現役でさ、こんなね、リーダーの語るやつさ、ろくでもないよね。 やめてから関係よバーカー結構、幻冬者から出してる知り合い多いからな、現役の社長で。<laughs> <laughs> あんまり言えねえな、俺は、それは。<laughs> まあ、あれね、やっぱり社風っていうかね、あの、はい、やっぱり前の前任者がやってたんだから、俺もいいだろうになっちゃうんだよね。だ<ー>から新聞社で言ばあの、鍋つねさんずっと長かったのは、無体さんがずっとやってたからだし、はい 死ぬまでやる、だからもうね、川沖に入るまでやるっていうのがもう、あの、読売のね、あの、もう、風土になっちゃってるし、三景だって、追い出して、あの、ほら、あの、鹿内家を追い出した、まあ、鹿内家だったら乗っ取りなんだけれども、まあ、自分たちは創業家じゃないんだけれども、まあ、鹿内家がずーっと権力振ってたから、鹿内家を追い出した、あの、日枝さんがずーっといるしね、サラリーマンなのに。いや、もうそんなんばっかりよ。だからやっぱりね、あの、前任者がやってたことで、やっぱりそこまでやっていいっていうね、やっぱり免罪符になっちゃうからね。うん いやだから東京会場とかはないんだよ。はい、やっぱり、まあ、三菱なんか特にそうだけど、<ー>三菱って基本だから、あ,あの、3期6年とかで、みんなこう、ないで、商事もそうだし、こう、まあ、組織がだからシステマティックになっているんで、<ー>できるんだよ。俺、なんで、別にこの人知らなくて、会ったことあるんだよ。はい、だから言ってんだよ、こんだけ嫌いって。はい、で、一番最初に会った時に、社長になったばっかりの時にこういうインタビューして、<ー>まあ、ちょっとあることがあって、ああ、今度、 ねえ、誰々さんとご飯でもどうですかって名前聞の言うわけ。まず、あ、俺はそうやって人命広げていくんで。はい、して、はい、わかりました。だから、秘書さんね、通じて、うん、えー、アポイント取ったら、梨のつぶだったっけ。<ー>お前さ、もうちっちゃな約束守れないやつさ、おっきな約束なんか守れねえやこいつも。本当ッと、か思って。で、聞いてみたの。ああ、あいつそういうやつだから、と。で、その後もどんどんどん,どん聞いていってみたら、どういうかで大法官治になったときに、あ、もうね、 利用できる時はへいらするくせに自分がこうなったらもう運ん人になったみたいになってるからねっろくでもないよ」ってめっっちゃ複数の人が言ってたいや俺も、ね、小さい約束から守んなきゃ失礼側に来てくれた刑務所に限界に来てくれた数だけスピータスのボトルをそのとこさあご馳そうするっていう約束守んないとあと,と後でなんか俺の出てない回 <laughs> でさ何言われるかわかんないから。<laughs> あの、ね、もったくさんそれ約束じゃないかそれ一方的に言われてるだけで俺「うん」って言ってないから言ったと思うんだけどう <laughs> までつく人になったか <laughs> いやでやいや「まじましょうとか言ってでいやどう考えても俺それ <laughs>、ええ。で、いやだからその何ねそれ以外にもだから振る舞いとかってさ、うん、ここに書いてあるよおお読んであるわ<う>、えー、内部告発は勇気ある行いです 道路やさらに組織内でも何たらかんだら、私がこれまで最も勇気をしようとしたのは、自分の弱さや力のなさを認め、助けを求めねえばならない時でした。で、部下のせいにして、私は知りませんから辞める必要はありません, <laughs> なん。どの口が言うか、本当に。バカなの <laughs> びっくりするよね。どの,<や>どの口が言うっていうのは、俺が今在転に連載しているページの題名。いや、恥ずかしいじゃん。私知らなかったっていうのはさ、 だいたいね、損保、はい、会社の社長って、えー、特に、その巨額な,なディーラーとかのお客さん周りするんですよ。はい、僕は知ってるんで、今日聞いたらそういうふうにするんで。知らなかったんだったら知らなかったでいいや。それだったらあなただって、事業会社の取締役してたんだから、全館注意義務ァンだよね。お前、どう、その口で、どうやって申し開きができる私は知らなかったから、いや、去年の東洋経済で初めて知ったんですって。あ <laughs> ー、びっくりするわ。よー恥ずかしくなくていろいろ。ね。 武士道を語ってるやつがさ、別に嘘じゃなくてもそんなこと言えないよね。まあだから、ハレンチっていう言葉はそこから来てるわけだしさ、ハ <laughs> レンチがないわけだからさ、<ー>この手のタイプってのはそうなのよ。うん、いや、本当でね、はい、まあ、腹立ってからさ、ええいろいろ、コロナ禍でさ、このおじさんがさ、どういう会の代表幹事でさ、あ,うん、あのー、政府が10万円給付を言い出したじゃない。はい、そうですね。そその時に、いや、 10万円現金で配ると貯蓄に回るかもしれんと。うん、だから、電子までで配れって言ったわけ。うん、俺、それすっげえ噛みついたの。もったかさんもちょろっと帰ってたけど、そもそも、あの、経済政策じゃねえから、こういうのはね、生活支援,支援策、社会政策って言うんだよ。うん、で、それは、ね、家賃に困ったりなんたりとかって言って、消費に回すためにやるんだったら、こんなことするんじゃないんだよ。消費に回せっていうふうな考え方。あの時、麻生財務大臣も同じこと言ったけど、バカ言ってんじゃないと。お前、頭悪いのかと。 そういうことじゃなくて言ってるでしかもこのおっさんの会社ねその時キャッシュレスっていう会社に、ね、出資してるわけその電子マネーの、うんはい、まあそれは誰にン飲しようと思ったかどうか分かんないけど、はあ、本当に頭悪いなと思ってはあこったさあの時はめちゃくちゃ許せたけどねまあまあねああいう在界活動するやつはだってこ今の戸倉だってそうじゃん顔見たら顔見たら田舎者の顔してるよな本当に <laughs> 本当に本当 もう,ういいのうもうすんげえ批判されたんだよ。多分ね、そういういのは耳に入んないというかもう,も,うもうその人たちが止めて「いや」ってなって茶坊主ばっかりになるからこうなんだよ。で今そのすげえ言われているのはその東京会場でさえ多分一番トップでいくらからいもらってた二億二億。 リーディングカンパニーが2億ね 2>、はい、一番もらってる人たちが今1億以上こう出さなきゃいけないでしょ、はい、別に単なる事業会社としてその競争条件があの全てイコールフッティングになっているところでいくらもらってもうかったらいいけどこの人たち業績が上がろうが下がろうがどん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 上がってきて今その役員報酬が4億7700万円なのねで東京会社が2億でしょ。これはね本当に 俺が聞いたら金融庁でも問題になっていて,て<ー>規制業種のくせにここまでくせにって言っちゃうかしいけど,、はい、はどういかがなものかと思うっていうふうになってるらしくって早くやれって思ってる <laughs> 俺が言ってやっとやれだから早くやろうって言ったのこれでこの間なんだっけないや、ね、その白,川白川さんあ白川社長ですねここはね忠義の心」とか書いてあるよ。 すげえ。<お>忠義の心がなんてな感じ。ぜぜぜあの、の一般論として忠義であ。ああ、一般論として。白川さんも忠義を尽くしたんじゃないのいやー。あのー、37人抜きかなんかでしてもらってね、<laughs> この桜田さんからポンって引き上げてもらう社長になったから、<laughs> いや、おま前責任取れよっていうふうに暗黙の了解で、いや、私が辞めることが全ての、なりますみたいにして、2ヶ月後にポンって辞めるって言って、会見の時に一緒に並んで、いや、私は知らなかったから今辞める可能性はゼロです。ゼロですって何 おかっしいわーって思った。うんうん、嫌いだからよっけようよ。<laughs> やめやめこれでなんか視聴者減るかな。<laughs> い,やい,やいやいや。何こいつちょっと狂ってんじゃねえよみたいな。もっともっと上からって言われたからちょっと今日はちょっとやってみようかなと思っ <laughs> コメントにねもっと上からの発言も全然大丈夫だよ。本人には一ミリも届かないから。<laughs> <laughs> 大丈夫届かず。よしあのー、いやでも。 もう高さんこれね4億7,000万って、うん、これあのなんだっけ MSAD の立派じゃない、はい、なんだっけ東京会場のはちょうど半分じゃないちょうど半額じゃない。役員報酬ね,ね利益も出てんだしなんだっけ半分向こうが2億5,000万取ってんだったら2億ぐらいであの取りたくなるかもしれないのにちょうど半分にしてるっていうねうん,うんまあねやっぱり、まあ、別に何でもいいけどみかん会社だから、うん もらえばいいよ。うん、儲かったやあれすれば。はい、でも、ちゃんとそれなりの責任があって、何も知らなかったっていうのは、さっきも言った通り、そもそも事業会社の取締役会で、だって決まったっていう話なんだもん。ねこのビッグモーターとの、はい、えー、取引再開に関して。うん、じゃあ、お前何、何取締役会出てなかったって話ね。実は、これは、俺、えー、聞いた話だから、これは、 あの見てないから取締役会とかじゃなくて単なるちょろっとした打ち合わせで決まったらしいよっていう話も聞いてるのねこれはまあ事実じゃないから何とも言い難いけどで,で何を言ったかって言ったら調査,、えー調査えー、委員会の報告待ちだ報告待ちだってずーっと言ってるわけ要はさ調査委員会がえー、いや CEO は知りませんでしたっていう報告を待ってんだよ要は。はあ、で これファクターにも書いてあったけど俺もこの間ある,ある人たちからこう聞いたらなんか調査委員会で飯食っとらしいよって<ん>あれあったって書いてあるけどいやそんなの調査委員会になもないじゃん第三者じゃねえじゃん、まあ、これは俺あの証拠を持ってないから何とも言えんけど、はい、なんかああつながるなみたいな感じで、ね、<ー>まず自分の責任は何だよって話じゃん。 それ例えばその社内からそういう声が上がってきたりとかっていうのはないんですかいやみんな思ってるでしょそうですよねそ,うそれこそね候補出陣目じゃないけどみんな思ってるけど言えないでしょ言えないだからなこんなねサラリーマンが長くやっちゃいけないの、ね、な,ない気がさ、ね、社長4年、ねね、会長2年ってその当時はホールディングスなかったから決まって,まってっけどもうほぼにしてドンと座ってもうびっくりするよ どういうか代表幹事はないであら昔はさ財界鞍馬天狗の中山祖平とかさ、はい、中山祖平とかさあれ嫌いだったけどなはのあの人って左右だからどっちかっていうとそうなんだというかそれ以前になんか人物が好きじゃなかったけどな、ま、要はその財界にこう名を轟かせる人かなって、まあ、早見優さんが日銀総裁になったりで中山さんが唯一あれ,あれはあの人は勲章辞退してるずーっと。 このおっさんは勲章が欲しいだけだから。<laughs> まあ間違いない。あんな尻尾焼きもらったってしょうがないのに。<laughs> <laughs> 一応、これ俺の支援だけど、はい、一応事実ね、全部俺、今回結構いろいろ調べてきたよ。色々ていろいろ人に聞いてきたよ。<ー>本当に腹立って腹立ってしょうがない。もうあのコロナ禍の時の電子マネーの時からめっちゃ、あなた何,何か言ってたな、ちょっと競争と。 なんだっけな競争と格差を助長しなければな、しなければならないみたいな。<う>消費税増税と社会保障費のけ、えー、削減で日本人を元気づけるとか言ってんだから。法人税を減税して消費税17%にして日本人を元気づけるんだって、みんなからソース感やで。あ、そうですね。お前なんなんだよ、楽しいでしょ。お前ね、何様やねん。え <laughs> <ー>ああ、やっと言えたよ。<laughs> ようや役員だ。今回多分視聴数伸びねえな予言しとくわ。これこれも入れといて。ここも含めて。五十万にして。とりあえずみんなみんな頑張って。みんなってください。それとかそのねこのもう本当にこうなるとオンパレードよな俺。女性役員があのなかなかこう。 今、ジェンダーのね、この世<え>の中で,で、ね、取れない。はい。っていう話になると、いや、女性側に問題もなくもないとかって発言するようなセンスのない人だよ。思ってても言わんでいいじゃん。そうです、ね。バッと思う。はよかったよかった。よかったよかった。だい <laughs> たい <laughs> さそれ、ね、さっきの、さ、その、話、これ、本人の話をしちゃうとすごく、もし、あの、 悲喜の引き倒しみたいになっちゃうかもしれないけど、はい、住友会場の社長の唐沢さんってすっごいもう30年ぐらいかわがってくれる人がいてね、はい、であのー、ある時テイクアンドギブニーズって当時東証一部上場してたけど野尻君がね野尻君のじはあの住友会場出身なのよ。<ぁ>であるる時なんか会いたい人いた人って 俺が聞いたら、のじに、僕、住友会場出身なんで、住友会場の社長さんに会いたいって、お前、まあ、言うなと思って。うん、で、唐沢さんに頼みに行ったんですそ、うん、したら、あその時、いいよ、一言。で、ご視聴してくれたんです。はい、その,の、の字に副社長を連れて。で、全然仕事の話なんかしないであ。俺はその時行かなかったけど。もう人間の器が違うなって、比べてこうやって言うと、なんか俺がひいきの引き出しになっちゃうかもしれないけどさ、お俺とご飯食べようって言っても、 嫌ないなんかさ理由つけてやめればいいじゃん,ん梨の通勢とかさ、うん、本当にみたいなやつも,もうそいつもでっきりなわけ <laughs> <laughs> うん当よかったやっぱりこういう問題起きるんだ,よだから長いと、ね、食い物の恨みがね怖いって話、えー、<laughs> 違うまとめ方が <laughs> まあでもそうなんですね権力長く握るといいことないよってねいつもねおっしゃってますけど、うん、いやだからそのやっぱりそれをね きちんと何でもそうだけど政治でも何でもそうだけどだから憲法があっていろいろと任期も決まってるわけじゃんまあ日本の場合は任期は決まってないけれどもアメリカも決まっているしえ韓国も決まってるし民主主義って基本そういうところだからそうじゃないところは独裁になって中国とかロシアとかもうとんでもない話になるじゃん会社も一緒だよオーナーはいいよもうそれは自分が作ってきたんだもん自分のもんだもん、はい、でもそうじゃない人が長く一緒だったらこういうふうになるってもう もううこの人の人責任だと思うそれを知らないっていうところが俺もうね恥ずかしいよねと思ってもし知ら,なか知らなかったとしてもかばえよ部下をこれでよく偉そうになんかそんな,なんか綺麗い事並べてるなと思って本当にびっくりして笑っちゃったの俺読みながら <laughs> あこれ宣伝になってるからいやわなくていい <laughs> どうですか改めてこう今日のお話本高さんはこれ空回りだね <laughs> 大概大概なんだっけあのー、普通に聞いてそれはさそうなんだけども、はい、孫徳さんがちょっと空回りしてる感じの読者から視聴者から見たら見えるから。俺のというこことととと俺のの分いいううわけであの私の方のチャンネルも見てね。<laughs> <laughs> と、はい、ということで、まああのー、今回はその損保を、ね、取り上げましたけれども、まあ、なんかこうビッグモーターの騒動があってわれわれ改めてもちろんこう身近なものではあったもののこうしっかり考えることがなかった損保ていうところを今日はちょっとあの取り上げていただいたということで、はい、皆さん、いかがでしたでしょうかまた次回もぜひご覧ください。ありがとうございました